じゃあ、今回はオドカさんとシャーリーさんとね戦ってきたハードポイントですね。ファイリングレンジ、まあ、後付けで喋りながらやっていきます。カスタムが、ICR に、サイト、グリップ2つ FMJ、ギアがコムセックで、パークはフラジャケ、ミスターゴーストですね。クラッシュ使ってます。でもあの ICR はねあんまりポイントに入りなくて、ピストリとあとはねこうキリスト回すのが大事なんで、で、まあ、クラッシュ入れましたね。あと弾がなくなりやすい ICR は食べないたりするんでね、 FMJ で都合でクラッシュにしてます。この試合なんですけど、次のね2パーティーがマンジーってタグついた2パーティーがあるんですけど、その2パーティーが結構ナイフと銃剣か、銃剣とあと燃えるショットガン、結構その2人に殺されて、ネメシスもその2人に結構テストで、まあシャーリーさんとコドカさんには一応17の2とか17の3とかだったんですよ。で、意識してるのがこのリストリーで、取り方今長いに入ってる状態で、これ2本目取ってるんですけど、これキルしたら敵は全部弾薬に飛ぶんですよ。今の赤点の場所ここにできるだけ飛ばすようにやってました。これですね、このパーティー、こいつとあと最初のデスのやつ結構殺してきて進められました、ね。ここは2歩目なんですけど、 ICR じゃちょっと中に入っても勝ち目はないんで、基本的に引いていくしかないんですよね。基本的にマット持ってる味方がいたんで、マットの味方に任せましたね。ログ見たら分かるんですけど、味方3人ぐらいマットドックス、まあ、それで結構味方に任せてましたね。ポイントの中はやっぱり動けるマットか SMG が良くて、まあ、このマップだと ICR は多分長屋かな、基本はてかまあ全ポイント長屋取ってたらいいんですけど、一応僕は全ポイント長屋にいるんですけど、長屋とまあ2歩目かな、2歩目の場所を、敵が1歩目取ってる時に2歩目の場所ですね、鍋屋だったら結構リスポン飛ばせるんですけど、意識してこれも3歩目、ね、残り20秒なんですけど、3歩目は多分あの味方がシャワーにいる時は3歩目の時も敵弾薬で開くんですよね。弾薬で湧いた敵は、最短で来ようと思ったら、センター通ってくるんですね。だから、長屋から出たら、そのセンターを抑えれるっていうので、ここに入ってます。で、これで、とりあえず、エルストまで貯めてって感じです。味方がね、確か途中で、なんか出すんですよね、キリスト。ガンシップやったかな？出しちゃったかな？それで結構回ったかな？結構やりやすかったかもある。あと、ナイファースね。このところ全部ナイファースで、ね、ファーとショットガンですね。でこれもまたナイファーね、感じてへんかった、ナイファーですね、これ。あ、勝ったわ。これ1本目なんですけど、1本目はね結構乗るのは危険でっていうのも、いろんな方向から抜かれるんで、その時に乗るのはあんまり良くなくて、ガンシップ出したな。1本目の時は基本だから長やらですね。ここでここ入ってたら1本目に入る敵はやれるんで、自分らも点取れへんくてもいいから、とりあえず敵に点取らせへんようにして、ですね。で、自分のキリストを貯めれたらなおよし、みたいな。まあ、また見て分かる通り、味方が、長屋の近くにいて、味方一歩目乗ってるってなったら敵が、射撃で湧くんで、みたいにね。射撃で湧きます、こうやって。まあ、それをまあ、二歩目から抑えるって、ね、二歩目が結構重要で、重要っていうかまあ、で、抑えるのによくて、ここ。3番抜きの敵を見られるのがねまず1個と、でポイントをこっちに移ったらポイントキルも入るんで、スコアも美味しい、キルスト貯めやすいってことで、その時に覚えてますね。スレッシャー貯めました。これ多分2個目のスレッシャーまで溜まったような気がする。アサルトパックここに置いたのは一応長屋に置いてもらったらよかったんですけど、さっき方結構この2個目の時に長屋に4枚ぐらい停滞してたんで、マットの人にね基本的にポイント入ってほしかったっていうのもあって、無理やりアサルトパックを置いて取りに来させて、そのままポイント入らせようっていうあれです、作戦です。これスレッシャー2周目ですね。ここでスレッシャーがね、あのファイアリングレンジ強くて、まあ、部屋中まで当たるんで、スレッシャー基本全ポイント抜いてくれるんですよね、スレッシャーで。強い、まあ敵のゼロじゃなかったら落とせへん、一応落とせるんですけど、まあめったに落としてくる人いないんで、スラで多分落とせるかな、頑張ったら。当てるの難しいし、効率が悪いんで、あれは。それはできないですね、スレッシャー落とすのは。今の距離はね、あんまり打ち合わない方が良かったですね、このドラム缶の位置。ここはたまたま勝てただけで、
普通に相手がなんていうのかな、うまい体の出し方とかしてきたら、まあ、間違いなく負けますね。これが3歩目なんですけど、3歩目これハックされたらもうスレッシャー落とされます。でハックの何がきついって、これあのミニマップが見えないんですよ。敵がポイントに入ってるのも分かるんですけど、赤いから左の抜けが見えなくて、ハックの音がうるさい、ハックの音とスレッシャーがうるさいせいで中屋の裏の足音聞こえへんっていうのが一番辛いですね。味方が詰めてくれたんで、しかも、味方が弾薬抱いてるんで、多分敵はシャワー機ですね、真っ黒湧いてるんで、一応鬼滅しました。もうこれちょっと多分またちょっと、またちょっとないな。普通の武器1回もやられてないな、まだ。まだ多いんですよね。今のはラッキー勝ちですね、あれ。味方のカバーがなかったもんね。ここで、ちょっとポイント長いし、少し溜めようってことで、スタートもパックも置いて、盾使ってたんですけど、確かショットガンにやれたような気がする。またショットガンですね。いいっすけど、別にショットガン使っても。確か買ったような気がする。ショットガンですね。もう、いや、分かってる、ショットガンとナイフばっかり。でこれが1歩目やけど、あと多分自分は2歩目に向かいます。はい、2歩目に向かいます。敵、おどかさんが2歩目来たんで、とりあえずカットして決め打ちで出したね。今の決め打ちは多分味方の赤点かな、赤点出てたからそれで抜きました。アイスシャールは弾意外と少ないんで決め打ちあんまり向いてないんですけど、まあ今のね味方の位置的に長屋の裏にもいたんで、まあ最悪やられてもカバーしてくれるだろうっていう判断で来ました。これね、このリスポーンが結構危なくて、味方があの C1 に入ってる時に C の車というか右の車ですね、あの右の味方が詰めた位置まで行っちゃうとリスポーンが長屋の方に湧いちゃうんですよね。湧きましたね、はい。これが結構危ないリスポーンで、このリスポーンにされたら結構厳しいですね、守るのは。逆の方が良かった。まあ結果論なんで今言ってもしょうがないんですけど、できることならあそこには詰めない方がいいですね、人的には。弾薬に詰めても次のポイントに別に有利になったりとかはないんで、どちらかというとこの長屋側を取っときたいんで、ポイント的にもね、長屋取ってそのままシャワーリスに自分たちがシャワーで湧くようにしたいんで、だからまああんまりあそこは詰めない方がいいですね。 C のロングドミネのね、 C のロングとは詰めます。これでもあと12点で多分このポイントで終わるんですけど、まだナイフはですね、あれやられたっけ、テンペストかな、テンペストですね。これ多分、また多分これ長い手に行くかな。味方がポイントに4枚向かってるんで、ポイントなんか4枚もいらないんで、だったら自分は長いからセンター抜けをね、できると思います。これで味方も左のバナナだけ見てくれたらね、できるんで。で、これで多分終わるかな。終わりですね。ここが強いです、ほんまに。今回終わります。じゃあ、お疲れ様です。よかったらチャンネル登録。